松阪市在住の人気双子モデルリカリコさんのファッションやライフスタイルを紹介するスタイルブックが7月18日に発売されました。7月26日このスタイルブックの完成を記念して竹上市長のもとを訪れました。リカリコさんは一卵性双生児の高校3年生です。テレビ番組や CM、ファッションショーに出演するなどモデル、タレントとして活躍しています。 SNS、Twitter のフォロワー数はおよそ50万人、動画共有サービス YouTube のチャンネル登録者数は20万人と、中高生など若い女性を中心に絶大な支持を受けています。この日、あでやかな松阪木綿の着物姿で滝上市長のもとを訪れた2人は、自身初の発売となるスタイルブック、ハッシュタグリカリコを紹介しました。このスタイルブックについて2人は、スタイルブックでは私たちの私生活やファッションを紹介しています。松阪商人の館や文化財センターなども紹介させてもらっています。松阪の皆さんにもぜひ読んでもらいたいですと話していました。スタイルブックを見た竹上市長は、松阪市のいろいろな場所を紹介してもらっている、本当にありがたいと感謝しました。お気に入りの場所は五条番屋敷です。はい、あの雰囲気がめっちゃ好きで、ちっちゃい時からよく通ってたのでお気に入りです。文化財センターがすごいお気に入りで、自分たちの YouTube とかでも、そこで撮影させていただいたりしたので、すごい写真映えとかもするので、皆さんにもいてほしいなと思います。こんにちは、リカリコです。7月18日にリカリコ初のスタイルブックが発売になりました。地元の松阪でも撮影をしたので、よかったらそのページを見てください。よろしくお願いします。